どうもルカです。今回はね、最近新規ユーザーさんが増えたということで、リセマラランキングをね、作っていきたいと思います。というのも最近本当にね、リセマラでね、何を引けばいいですかというコメントが非常に多いので、今回はガチャとね、キャラに分けてランキングを作ってきたので、まあ早速見ていただきたいんですけど、まあ、左側がね、ガチャの、優先順位、右がキャラの優先順位になります。まあ、キャラランキングとね、なぜリセマラのキャラのランキングが違うのかっていうのは、まあね、新規さんだとサポートが揃わなかったりっていう理由があるので、まあこういう順位になっております。ということで早速一つ一つ紹介していこうと思うんですけども、まず一つ目、テゾーロのガチャですね。テゾーロに関してはまあキャラとしてもまあそこまで強くもなく、まあガチャとしての希少性、まあ一応ね映画キャラなので今後手に入らないかもしれないっていうところはあるんですけども、まあ強さがねどうしても弱いので、まあ優先順位でいくと、まあこの今来ている6種類のガチャの中だと一番低いのかなと思います。特にリセマラってなるとね、なかなか手に入りづらい強いキャラで始めるっていうのが、まあリセマラの根本の目的だと思うので、まあテゾーロで始めるのはなしかなと思います。はい、続いて最近来ました6000万ダウンロード記念ガチャね。こちら、ピックアップがマルコと、ジョズとイゾーとなっております。まあイゾーとジョズはねテゾーロと同じぐらいで、まあ優先順位としては低いので、まあここを狙ってね引くっていうことはないと思います。まあ伊蔵はボスバトで優秀だったりするんですけど、まあリセマラでっていうことになると、まあなしなのかなと。まあマルコに関しては確かにキャラとしては強いんですけども、まあ他のガチャに比べると、まあリセマラで当ててね始める必要はないのかなっていうところで、まあこの位置とさせていただいています。はい、続いてゼファーガチャになります。ゼファーガチャに関してはですね、まあゼファーはねキャラ単体だとめちゃくちゃ強いんですけど、やっぱり七部会タグが欲しかったたり、まあ、ちょっとサポート組むのがむずい。あとメダルもね結構ゼファーにあったメダルをつけないといけないので、キャラとしてはまあ強いですが、まあリセマラでねそのサポートとかが育っていない状態でゼファーで始めてもあまり強さを感じないっていうところで言うと、まあ一応超フェスでねリセマラで当てときたいキャラではあるんですが、まあ今来てるガチャの中だとまあ優先度は低めになります。はい、続いて歌になります。歌のガチャに関してはまあ期間が長いので、まあ今リセマラで当てる必要はないのかなっていうところと、まあキャラとしては強いですけど、まあ課金しなければ確定枠がないというところで、まあなかなかねダイヤで引くとなると闇ガチャなので、まあリセマラの最初で1体は手に入れれるかもしれませんが、まあその後にね歌のレベルを重ねたいってなった時になかなか当てづらいキャラになるのかなと思います。あとちなみにねリセマラね、正直ねこのゲーム同じキャラを3体以上当ててやっと80になって、まあ、100にするには7体当てないといけないっていうところで、まあ、同じキャラをね何体か手に入れないといけないので、まあ、特にテゾーロ、ウタ、シキなんかは映画キャラなので、まあ、期間内にレベルをなかなか重ねれないっていうところがあるので、まあ、この辺のガチャでリセマラする人は1体当てたら終了ではなく、まあ、3体ぐらいは当てたいっていうところがボーダーラインなのかなと思います。まあ、超フェスもしっかりですね。超フェスも年に数回しか復刻が来ないので、まあ、特に超フェスは強いっていうのも踏まえると、まあ一体はリセマラで確保しておきたいよねと。ただまあすぐに使うってなるとなかなかレベルを重ねれないので、まああんまりね序盤に恩恵を感じるかって言われるとちょっと難しいところ。無料ガチャで出てくるキャラで100レベルのキャラがいたら、まあそっちをねリーグで使った方がいい場面とかも多いので、まあリセマラで当たりづらいキャラを当てとくというイメージでリセマラするといいと思います。ということで次、四季ですね。四季のガチャに関してはまあ非常にね四季は強いです。というのも今の環境にやはり適してるキャラではあるし、なおかつですね残波が割合ダメージなので、まあ60レベだったり70レベというねレベルが低い状態でも100レベの敵に対してある程度抗えるっていうところっていうのが、まあやっぱり序盤でねリセマラで当てて、まあ強い要因かなと。特に BASSS の序盤なんかは、まあ敵にね100レベのキャラがいる場合もあるので、まあそういうキャラたちに、抗うっていう意味では、まあ序盤ではやっぱねレベルが60とか70だと100のキャラに1桁とかしかダメージが入らない場合が多いので、まあそれを覆して抗えるっていう意味では、まあ四季はねやっぱり残波のおかげで序盤でも強いキャラかなと。非常にねリセマラで最初の方で使うには適してるキャラなのかなというふうに思います。たまたま少し高めのねスコア帯で、60の四季を使っている動画があったので、まあちょっとねこれを一回見てもらいたいと思います。レッツゴー。裏は任せろ。
裏2体おるよな。オッケー、ロジャーに対しては強く出れるんじゃない。ここーよっしゃーやったスキルやめて。はいはい、まだまだある、まだあるよ、全然ある。ニョキニョキニョキのスキルね、ここ回避。はい、これスキル使っちゃったね。ピューンで、こいつだけは落とす。落ちろ、落ちない。ジャス入る、ジャス入る。はい、勝った。えい、スキルタゲ取ってない、ダメージが入らへん。落ちてくる、全然落ちない。何、はいはい、飛んでくるね、絶対飛んでくる、絶対。はいシュシュシュ、はいシュ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 、はい、それは余裕。はい、やっていく。からのこっち、ポーンからの割合、ポーン。いいね。え、式強くね ?60 でこれ?はい。おい、3KO 入ったよ。はい、まあこんな感じでね、残波さえ使えば100レベルの敵にもね、ダメージが入って、まあ倒しきることができるっていうのが、まあ式の強みなのかなと思います。まあ映画のね、限定キャラなので、式も同じくね、このタイミングでじゃないとなかなか復刻しないキャラにはなると思うので、なのでね、まあこの式のガチャも SS にするか迷ったんですけども、まあちょっとね、次のね、ロジャーの説明をすると、まあ式とどっち引くかなっていうのが正直難しいところなのかなと。まあなので早速ロジャーの方ね、さっき説明していきたいんですけども、まあ、ロジャーの方のガチャはまず、レイリーが出るっていうのがでかいですね、非常に。まあ、ロジャーも出るし、まあ、ワカレイリーも出る、ここが非常にでかいです。もしワカレイリーがピックアップに入ってなかったとしたら、まあ、式をおすすめしてるかなと思います。まあ、ロジャーはね、超フェスなんで希少性が高く、まあ、ここで手に入れとかないとなかなかっていう、その出る率、まあ、超フェスはやっぱね、出る確率が低いので、リセマラで当てておきたいっていうところが大きいので、まあ、ゼファーだったりロジャーだったりは優先度が高くなってくるんですけども、まあこと今回はね、四季歌テゾーロに関しても限定キャラなので、まあ同じ部類には入るのかなと。若干超フェスの方が価値としては高いですが、まあ希少性という面では、まあこの辺のね、映画キャラもね、招致が高いので、まあどちらを引くか迷うところではあるんですけど、まあ強さだけで言うと、まあレイリーが入ってなかったら四季を引いた方がいいと。ただ今回はバカレイリーも含まれているので、個人的にはロジャーのガチャでリセマラするのが一番、まあ選択肢としては優先度高めなのかなというふうに思います。まあ、レイリーか白ひげがね、どっち出るかっていうところが非常に左右される部分なので、まあ根気強くね、まあロジャー当てて、その後レイリーも当てるっていうところが非常に重要な部分なのかなと思います。で、まとめさせていただくとですね、まあリセマラ何から始めるのがいいのかというところですけど、まあロジャーのガチャかな。とりあえず1番はロジャーのガチャを引いて、まあロジャーは1体は当ててください。ロジャーは1体で大丈夫です。で、ワカレイリーを理想としては3体当てる。80レベルになるとやっぱ特性が解放されて別キャラみたいになるので、まあ3体は当てておきたい。ちょっと始めたての人わかんないと思うんですけど、60レベルと80レベルではね、特性が解放されるかしないかっていうね、非常にね、能力値が全然変わってくるので、まあ80、3体当てるっていうところが序盤では重要になってくるので、まあ理想はロジャー1体、レイリー3体、これ出た人はもう勝ちです。リセマラでロジャー1体と、まあ、レイリー複数体当たった人はもう勝ち組だと思います。ただまあちょっと根気強くね、ロジャーをただでさえリセマラして、レイリーと白ひげでレイリーを当てないといけないので、まあそこはちょっと根気強くやる必要があるのかなと思います。まあもちろんね、シギか歌で始めたいっていう人は、まあ、できれば複数体当たるまでリセマラしてほしいかなと。1体当てて終了っていうよりかは、このゲームはやっぱ複数体当てた方が強いので、せめて2体以上当たるまでは、まあリセマラしていただきたいなと思います。まあ、ゼファーに関しては、まあ、1体当たれば始めてもいいんですけど、やっぱり先ほど説明した通り、まあ、育成というかサポートが結構重要になってくるので、序盤ではやはりゼファーをお勧めできないのと、まあ、マルコもね、いつでも手に入るっちゃ手に入るので、まあ、その、この6種類の中で、まあ、他のキャラが全部ね、限定キャラになるので、マルコのガチャでリセマラするのも、まあ、ちょっともったいないのかなと。まあ、テゾーロは単純にちょっと、この中では弱いっていうところがあるので、まあ、これで始めるのもなしなので、まあ、やっぱりロジャー、ウタ、この3択の中で、なおかつロジャーはレイリーも引いておこうっていう感じの、扱いになるかと思います。まあこの辺からはもう正直キャラ愛な部分があるので、まあ期間が短い式で始めておこうだったり、まあそういう考えもね、全然ありなのかなっていうのと、なおかつ難しいのが8月16日に、赤犬が復刻するかもしれないっていうところ。まあ今回ねロジャーが復刻してるんですけど、もしこれが赤犬ヤマトおでんのどれかだった場合は、もう間違いなくそのガチャが一番リセマラで優先度が一番高くなるので、まあ赤犬がもしね16日に来た場合はもう赤犬
引いときなってなるので、まあ、もしくは25、26、27のあたりらへんで、次の超フェスがね、新しい超フェスがおそらく出るので、まあ、そのキャラもね、おそらく強いです。かなり強い。まあリセマラでねこれで始めるのがいいんじゃないかっていうぐらいおそらく強いので、まあ赤犬山とおでんの復刻もしくは、次の超フェス8月に来る超フェスでリセマラするっていうのがまあね最善のね選択にはなるんですけど、現状そのガチャが来ていないので、まあ今日始める方だったり、まあ来るまでに始める人ね、まあ今挙げた4つのねまだ来てない復刻と次の超フェスのガチャまで待てない、まあ待ってないっていうか、まあ今すぐ始めるべきなんで、まあそこまで待つとかはいいわっていう方はもう今ねロジャーで始めるのが一番いいのかなと思います。ではまた。